災害科学国際研究所の所長のの長平川でございますこの研究所が中核となりましてこの災害復興申請研究機構の最初に位置づけられております災害科学国際研究推進プロジェクトを進めているところでございます私どもの研究所はお示ししてございますように7部門36分野 から成りり立っております昨年の4月に発足をしたわけでございますけれども、これに当たりましては、文科省の大変大きなご支援をいただきました、改めまして心から御礼を申し上げるところでございます。この災害科学の7部門でございますけれども、災害理学研究部門、災害リスク研究部門、災害医学研究部門以下、 人間社会対応等と続いておりますけれどもこの部門分野の構成といいますのは災害のサイクルに対応した形で作られております例えば災害理学研究部門では地殻変動地震のメカニズムを研究いたしますそして災害リスク研究部門では地殻変動によって発生する津波のメカニズム そしてそれが引き起こしてくる被害実態の把握そして災害学部門ではこういった大きな災害によってもたらされた人々に対する救命そして健康保持といったような形で対応していきますさらにこれまでの災害研究といいますと、まあ、ハードな側面が非常に強かったわけでございますけれども 私どもの研究所では人間と社会を対象に新しい視点から災害研究をやっていく人間社会がどのようにすれば災害に強い社会になっていくのかということをメンタルを含めてですね研究をしていくということでございますそして痛めつけられた被災地をどのようにして再生していくのかあるいは今後の 地域づくりというものをどういう方向に導いていくのかということで地域都市再生研究部門がございますまた後ほど紹介をいたしますけれども「道のく新六伝という形で今回の東日本大震災に関わりますあらゆる情報を蓄積してこの経験と教訓を未来につないでいくといったようなそういった情報管理の も,も作りましたでさらに私どもの研究所が単なる研究機関ではあってはならないわけでございます。非常に大きな社会的な期待を、えー、持たれて発足した研究所でございますので、えー、研究所の成果というものをできるだけ速やかに社会に発信しまた社会がどのようなことをこの防災・減災社会として求めているのかという。 そういったようなニーズを吸収して、研究課題として設定していく、そういう窓口として、社会連携部門も作ったところでございます。また、寄付研究部門、企業の方から寄付研究部門をいただいているという形でございます。こののような体制の中で昨年以来海外11カ国16大学研研究究機関と共同研究を 進めておりますまたこの中のいくつかとは覚書を調停してさらに研究者あるいは研究機関同士の連携を強めているところでございます、えー、今ご紹介をしました36分野がどのような研究を行っているのかということでございますけれども非常に多くの研究を推進しております署内では、えー、50 のプロジェクトをメンバーが推進しておりますしまた諸外学外の研究者研究機関との間でも50を超えるプロジェクトを展開しております従いまして全体としては100を超えるプロジェクトがこの研究所の内外で私どもが中心になって展開されているわけでございますけれどもその中のいくつかを かいつまんで少し早口になりますけれどもご紹介をさせていただきますこのようなことが研究されているのかどのような成果が出てるのかということを一旦をご紹介させていただきます海底地殻変動研究分野でございますけれども東北沖でのですね海底地殻変動研究ということでございました新しい 海底観測装置というものを開発しまして日本海溝のです、ね、非常に深いところに発災後、まあ、20の海底基地記録を設置しているわけでございますこれによって地殻変動のデータを収集しより正確で早い津波予測情報を出せるような体制を作っているというのがこの研究分野での仕事でございます。また えー、同じあの分野でございますけれども、えー、これはですね、えー、災害理学の分野でございますが活断層の存在というのがいろいろと今注目されているわけでございますけれども、まあ、仙台平野でも長町リフ断層というものがよく知られておりますけれども、えー、新潟県複在断層といったようなことでこれは地表面には出てないんでありますが断層があるそしてそれがどこまで伸びているのかと。 おそ、ねまあ、らくこの辺りに存在するんだろうということでございますけれどもそういった断層の調査そしてこれが実際動くのか動かないのかといったようなことを含めて研究をしているところでございますそして地殻変動によって発生した津波それの津波高流速あるいは津波がどの地域で発生するのかといったような津波波減モデルといったようなものをですね 計算して、シミュレーションして出しているわけでございますけれども、その中で、こういう形で津波工学研究室では、この度の東日本大震災の津波をです、ね、再現する動画というものも作っているわけでございます。 表のロビーでより見やすい画面でご紹介をしておりますので後ほどご覧いただければと思いますそして広域被害はこれは津波がどのような被害をもたらしたのかということでございますけれども衛星から得たデータで,です、ねえー、津波浸水域を識別できるようなデータ解析の手法を開発するあるいは 津波がどどのののよようううなな勢いいでで高さで来ているのかということとをシシミュレーションするというこことですこういったようなデータが得られることによって今後津波災地域での新しいちづくりに役立てていくとどのくらいの堤防を作るかあるいはどのくらいのかさ上げをすればよいのかといったようなことがです、ね、こういうデータに基づいて計算されてくるということになります。 そして災害ポテンシャル分野ですが、仙台平野沿岸もです、ね、相当たくさんの被害を受けたわけでございますけれども、これは例えばその仙台平野の事例でございますけれども、えー、こういう形で,です、ね、津波が去った後には、非常に沿岸地帯が堤防が破壊されて、そして変あの大きな形状の変動がもたらされているわけでございますけれども、これがどのような流れと土地の構造によってもたらされるのかと。 いったようなことををに観察をするこういったデータがですねさらにこの辺りの海岸堤防や地形の復元修復といったようなことをやる場合に、えー、二度とこのような崩壊現象が起きないような堤防の築き方といったようなことにまあ役立たせていくということになるわけでございます建物に移りますけれどもえー こういうい形です、ね、これはあの、えー、振動を吸収するダンパーでございますけれども、えー、減災技術のまあ一つになります、えー、新しいダンパーというものが開発されて、えー、これは数年前から、えー、こういうあの技術が開発されているわけですけれども、えー、現在、えー、青葉通りにあります NTT のこのビルの工事にもですね私どもの研究所に所属する 研究者が開発したこのようなダンパーが使われているということでございますさらに土木構造系ではですね、えーまあ、針の形状をどのように、えー、すればあ強度が増すかあるいは揺れに強いかといったような、まあ、こういう、まあ、理論的な研究もなされますそして実際にこれはゴムダンパー橋の下にありますゴムダンパーですが、えー、こういうミクロな構造をどのような構造にすれば えー、エネルギー、地震エネルギー、振動エネルギーを吸収できるかと、えー、いったような、まあ、計算も行われているわけでございます。まさにその実用科学と言っていいかと思います。えー、そして、えー、地域安全工学研究分野ではですね地域にあるさまざまなデータですけれども社会経済データ、店舗とか消費動向あるいは人口、えー、といったようなことあるいは土地の形状、道路 こういったようなさまざまなデータを計算してですね今後の地域都市再生に向けたシミュレーションをやる効率的な地域づくりということにこのようなデータが活用されていくというそのような研究も行われているわけでございますそしてこれは災害ロボットでございますけれども えー、福島第一原発に入ったロボットもよく知られておりますけれども、がれきの中、建物が倒壊した中にです、ね、人間が入れない、大型のロボットが入れないようなところに、このような、えー、非常にこう柔軟性のあるヘビのようなです、ね、形のロボットを開発してです、ね、中の状況を探るという、こういう開発も、えー、なされているところでございます。そして 人ににに目を向けけたとと災害情報認知研究いいうことになるわけでございます人々がどのような情報を得た時にどのような判断をするのかそこにどのようなバイアスがかかって独断が生まれるのか偏見が生まれるのかあるいは素直に受け取るのかどのような情報であればそれが避難行動に効果的に結びつけられていくのかといったような そういう人間の心理といったようなことについてのま研究が行われるということでありますまこういう研究を基にして災害時の情報発信のあり方あるいは防災教育のあり方というものを新しく開発していくということになりますそして医学の分野でございますけれども災害医学と言いますと救急医療とか いうようよなな形だけでではなくてですね今回の震災が示しておりますように災害医学に関わらない医療従事者の方々にもこういった災害についてのですね知識と技術というものを習得していただく必要があるわけでございますのでそういったことを可能にする災害医学教育の開発であるとか災害医療マニュアルの作成といったようなことを 諸外国の事例などもですね、組み込みながら、えー、研究をしていくとそれを社会に改めて <laughs> 投げていくといったようなことも行われております災害産婦人科学、えー、今回の被災地では妊産婦の方々も非常に大きな困難を背負ったわけでございますけれどもまあ、そういった方々の健康の保持 いいいいったよようううななこことととをどののににしていくのかということも非常に大きな課題でございますまたこの分野では災害交渉衛生学でございますけれどもアンケート調査被災地でのアンケート調査3500人以上の小学生中学生に向けてアンケート調査をやっているわけでございますけれどもそのアンケートの回答を読み解いてですね 相談であるとか医療支援といったような必要があると判断された生徒にはですねその保護者に対して通知をして健康保持支援維持支援ということをやっているということでございます被災地支援学という分野もございますけれどもこれは地震津波が発生した後の交通パターンをですね 様々な情報によってて解析をしていきますどこで渋滞が発生するのかといったようなことを含めてでございますけれどもそれに基づいて実際に地震や津波が発生した時に渋滞発生しないあるいは車で逃げるかどうかという問題も含めていろいろあるわけでございますけれども道路整備避難ルートの整備それからどうやって交通統制をしていくのか避難所をどこに配置すればよいのかと。 いったようなこともですねこういう全体的な証明書のもとに再計算されていく必要があるだろうとこれが今後の新しいまちづくりにもですね適用されていくということになるわけでございますそしてこれが歴史資料保存研究分野でございます発災後内陸の地域でもだいぶ調査はやりましたけれども 江戸時代以来の休暇には非常に大量の古文書、歴史資料が残されております。えー、残されている古文書の大半は、9割以上は現在も個人所有になっております。博物館や資料館にあるのはほんの一部にすぎません。そういったような大切な地域の歴史を語る資料が、こういう大災害によって消えてしまう、えー、いうことがあります。それで私どもは 被災地に入っていって小文字のレスキューをやるわけですけれどもこの2年の間に90件の休暇をお尋ねして2012年だけでも26回今年に入りましても月に2回ずつぐらいレスキューに入っております。今解体がが進行しておりますのでその中ででそ中土蔵が 解体するとか倉庫を解体するといったような時にですねこういう古文書が出てくるということになるわけですこれが失われてしまいますとその地域の歴史はもう復元することができなくなってしまうということでこういう緊急対応を進めているところでございますそして、えー、もう一つ私どもの研究所で大きな特色をなしておりますのが分離連携 でございます様々な分離連携がありますけれどもここでは歴史地震津波の研究を紹介しておきたいと思います、えー、私どもの研究所には災害理学の地震学の研究者がおりますそして災害リスクにの分野部門に津波工学の えー、専門家がおられる。そして私自身の専門は歴史学でございますけれども、えー、古文書を扱う分野、そして災害、えー、リスクの分野部門にですね、地質学を研究する研究者もおります。えー、地質学は数千年から数万年に以前の、えー、地層をですね、分析することによってどの段階で津波があったのかということを の痕跡を示す津波堆積物を発見する技術を持っております歴史学は文字の記録が残されていく千数百年前からこの記録を丹念に調査することによってですね、過去の地震津波災害というものを追跡復元することができます、えー、地震学はまさに今 えー、様々な研究成果を出しているわけでございます津波工学も同様でございますえ津波工学地震学は現代科学だというふうに言って良いかと思います、えー、ただ私たちが今後の災害に強い社会にしていくためにはですねどのくらいの頻度で大きな地震や津波が発生するのかということ えー、宮城県沖地震は40年周期だというふうに言われておりました東海東南海は100年から150年周期であるということを言われておりましたそれに備えてそれぞれの地域では、えー、防災対策を進めてきたわけでございます宮城県はそういう意味では非常に積極的に勘み挙げて取り組んできたわけでございますけれども過去の地震津波 というものがどのくらいの規模であったのかどのくらいの被害をもたらしたのかということで言いますとまさにこの歴史学やこの地質学の研究分野がないと解明はできないわけでございます。この4つの研究分野を私どもの災害科学国際研究所は用意している世界に憲むのまれ、えー、に見る研究所であるということになるわけで、えー、もう既に 研究成果が出てきてきいいるところでございます先般科学新報のトップのページに400年前の慶長地震津波の研究成果を報じていただいたところでございますそして最後でございますが「道の区新六年これは東北大学の東日本大震災アーカイブのプロジェクトでございます写真 えー、映像ですねそれから文字音声、えー、ありとあらゆるもの紙の記録もそうでございますけれども今回の大震災に関わるありとあらゆる情報を収集しているところでございます。えー、収集しそれをデータベース化しそしてさらにそれを利用できるように、えー、公開するシステムを現在 えー、構築しているところでございます、えー、こういったような、えー、非常に大きなプロジェクトには、えー、政府の関連機関をはじめとしてです、ねえー、民間企業 IT 情報関連の民間企業80社以上全体で100を超える機関がこの、えー、東北大学アーカイブプロジェクト道のく新六年に結集をし,たしていただいているところでございます。えー、企業の方々は本来 ライバルであるわけでございますけれどもライバル同士であるわけですけれどもここのアーカイブ空間のところではですねそれぞれがどうやってこの記録を残していくのかという意味での共同空間が発生しているところでございます、まあ、そこで整理された情報を今順次あの公開をしているところでございます。道路から水平360度 撮影した映像ですね、被災地の主要なところを、えー、撮っております、それから被災直後の各所の写真、そして、えー、3D 動画、立体動画といったようなものなどが、えー、この道のく新六伝で検索をしていただきますと、えー、ご覧になることができます、多くの方々にご利用をいただければというふうに考えているところでございます。 ただいまご紹介をしましたのは私どもの研究所で展開をしている100以上のプロジェクトの中のほんの一部分にすぎませんもっとたくさんな研究を現在推進しているところでございますけれどもこのような研究成果というものを実学として社会に役に立つ学問として発信をし被災地の復旧復興に貢献をするとともに 世界の至るところでの災害に強い社会の構築に研究所として頑張っていきたいというふうに考えているところでございます今後ともご支援のほどお願い申し上げますどうもありがとうございました